行きましょう。要するにオレオレ詐欺に引っかかって皆殺しされただけです。はい。そんな感じです。江戸時代でしたっけ？そうです、江戸時代です。水戸黄門が無事切れて、皆殺しにしちゃいましょう、という感じです。怖い。水戸黄門意外に怖いという。あれ？民家？あ、そうそうそう。公民館を抜けてって、この奥です。はい、結構、でも結構すぐなんです。すぐそこです。この家抜けたら終わりです。これ人んちです。そして古井戸です。そうそうそう、人んちの。人んちの古井戸。はい、奥が見えるのが地獄沢です。これだね。あ、やっぱ草ぼぼだね。あ、無理だね。ちょっと無理だね。はい。はい。見てください。あれが、ここら辺が、この辺一帯が地獄沢です。なんか、いろいろ沢の名前があるらしいんですけど、全体で地獄沢というらしい。はい、さっきも読もうとしたら字が読めなくて、やめたんです。目が悪くて。草刈ってると奥まで行けるんだけど、ちょっとさすがにきついかな。蛇がね。蛇が。マムシ注意だから。あ、多分あそこの畑の人だった。でもここ歩ってる人がいるんで。本当だ。で、やっぱり地獄沢は見に来てる人いるんでしょうね。何人か。で、モンパイアはずっと奥行ったら足ズボっていて思い切り転んでるんで、いや怖くていけない。そう、いや、この草ぼぼじゃ危ないですね。危ないですね。そう、これ地獄沢です。まあ、やっぱりこんな結果になるかなと思ったんで、ショートにすればよかったな。はい、以上、地獄沢でございました。よし、立てる。